皆さんこんばんは。じゃあ今メイクアップ研究会のライブ配信をこれからスタートさせていただきます。まあ、昨日に引き続きましてメイクの日ということで、ジェイマンウィーク1週間この毎日ですね、夜9時から10時までやってまいりますんでね、皆さんぜひ美意識を高める番組にやりますんで、じっくり最後までご覧ください。今日の、担当の方はですね、広島ね、はい、福山の方の理事をされてます河野恵美さんです。恵美さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、引き続きですが、今日は、私が担当させていただきます。私は仕事は福山でやってるんですけど、住まいは尾道ですので、また皆さんもよかったら尾道の方に遊びに来てください。恵美さんの方がね、ゲストとしてお呼びいただいたカメラマンの方、もう本当に素敵なね、プロフェッショナルの方でございますけども、今ちょうどこのメイクの日ということで、女性の皆さんがたくさんですね、自分のそのお顔っていうものに意識を向けてると思います。やっぱりね、プロフィール撮ってみたいなとか、このリモートでいろいろお話ししてるときに、どんな写っとんやろなとかね、その自分のこう顔に意識している人が非常に増えてると思います。そんなところですね、今日先ほど打ち合わせさせていただいたときに、どう自分を見せるかっていうね、このカメラマンの目線ということと、それとまあ私たち、まあ僕たちメイクアップアーティストとか、いろんなその美容家の方が一緒にですね、仕事をタッグ組んでやっていくときに、どんなカメラマンさんにどんな対抗していけばうまくチームとしていい作品ができるかとかね、そういうところも全ていろんな裏話をですね、河野さんからどんどん聞いていただけたらと思います。僕はもうちょっとこう後からスッとねナビゲーターなんで、もうスッと消えるか分かりませんけども、今日は1時間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日、私がゲストに来ていただいたのは、フォトグラファーの岡本拓也さんという方です。まずは、まあ、なんで私がその岡本さんを知っているかということで、ちょっと2枚のお写真を見てほしいと思います。はい。写真お願いします。2枚の写真ですよね。はい。はい、まず1枚目。はい。はい。はい。この写真、すごい色が鮮やかで綺麗なんですけども、ビューティーディレクターであり、ヘアメイクである上田美恵子先生の、作られた作品です。お着物は真道夫さんがコーディネートされた、作品なんですが、この作品を、撮られたカメラマンが岡本さんなんですね。もう一枚ありますよね。はい。はい。で、こちらの、なんか全然また同じ、こう、型が撮られてるんですけど、全然違うニュアンスの、素敵な写真だなっていうふうに思います。で、これを、上田先生の作品を撮られているということで、岡本さんの作品を、見ることが、ありまして、そして素敵だなと思って、今日は、岡本さんに、もしよかったら、ヘアメイクとしてカメラマンに教えてほしいことが、聞いてみたいことがあるんですけど、っていうことで、ゲストで来ていただくことになりました。岡本さん、よろしくお願いします。はい、ということで、もう早速そしたらお呼びいたしますけども、プロフィールの方はご自身からしていただきましょうかね。はい、はい、それでは早速登場していただきましょう。岡本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。カメラマンの岡本です。はい、じゃあちょっと簡単なプロフィールを岡本さんから教えてもらってもいいですか。ですね、僕は高校ぐらいから、写真に興味を持ちまして、で、おじいちゃんが、まあ、カメラマンだったんで、それの影響もあって、大阪芸術大学の写真学科に入学して、で、そこからちょっと知り合いのっていうか、憧れのカメラマンが人物を撮ってたので、普段は、広告とか雑誌とかを中心に、人物を被写体としたものがメインで撮影しています。はい、はい、おじい様は写真家で、写真をさせていって、お父様は写真家というよりも、町の写真屋さん、写真屋さんというか写真館ですね。はい。で、はい、お父様も、されてるんですか。全然違うサラリーマンなんですけど。あ、そうなんですね。じゃあ、はい、おじいちゃんの背中を見てて、おじいちゃんがやってることが楽しそうだったってことですかね。いやまあ、仕事はそんなに見てるわけじゃないんですけど、はい。たまたま家の、その、なんですかね、子供の時からのおもちゃ箱にカメラが入ってたりとか、はい。まあ、そういう、結構、写真は身近な環境であったっていう感じですね。
子供の、お米さんは子供の頃におもちゃ箱にカメラ入ってるんですか？なんかあの、古くなった一眼レフとか。ありましたね。すごいですね、うん。やっぱりそういう環境って大事ですかね、そう思うと。何に興味を持つかっていうのは。そうですね。で、たまたまの高校に入った時に、その写真部の顧問の先生が、あのおじいちゃんがカメラマンやってるんだったら写真部に入りなよって言ってくれて、はい。で、それをじいちゃんに言ったら、まあ、喜んでくれてカメラを買ってくれたんですよ、新しいカメラを。うわぁ、すごい。それでまあ嬉しくなって、いろいろ撮るようになったんですよね。すごい、なんか。これがきっかけです。はい、いいあの環境っていうかですね、そうやって、クラブに入っただけで新しいカメラもらえないですよね、なかなか。ね、なかなかそういういい環境にあったと思いますね。はい。はい、じゃあ、あの、早速ですが、まずは岡本さんがどんな仕事をされてたかっていう、されてる、あの、昔の作品ですかね。何作品か、ちょっとみんなさんに見ていただこうかなと思います。はい。はい。はい、早速ですね、あの、はい、コメントもいただいてます。どうこさんからこんばんはということでね、見ていただいている方ね、あの、どんどん、あの、コメントをいただけたらと思います。で、あの、他のクミコさんもですね、後で多分質問とかいただけると思います。今もう一緒に入っていただいててですね、今音声で多分入ってくると思いますんで、また後ほどお願いします。聞きたいこといっぱいだと思いますんでね。はい。はい、それでは、あの、最初に、まず作品の方を、紹介をさせていただきます。はい。はい。なんか、まずは、11作品、あの、送っていただいたんですね。それを一通りというか、はい、見ていただいています。私、この子のファッション好きです。あ、この人のもすごい質感が出てて、すごい素敵でした。あ、こういうのも、これはあれですかね。あの、道で撮るっていうのは、人が歩くとか、車が走るとか、いろいろあって大変じゃないですかねっていうのを、ちょっとこれを見て感じたんですけど、どうやってるんですか？止めてるんですか？歩行者に。いえ、止めてないですよ。あの、青信号の時に行って撮ってます。はい、青信号の時に行って、その瞬間だけでカシャって撮るんですか？そうですね。すごい。秋葉原でやりました。あ、そうなんですね。すいません。次、お願いします。あ、これも後で聞こうと思ってるんですけど、あの、すごい本当に不思議なやつだったんですよ。なんか、水の中にいるんですけど、でもそれだけじゃない感じを後で、聞きますね。はい、後で聞きます。後で聞いてください。はい。これは上から撮ってるんですよね。はい。はい、次行ってください。あ、これもなんかあの、なんていうんですか、全体の色の感じとかが、ちょっと不思議っていうか、いいなと思って見ました。あ、このお姉さんは筋力があるんですか？うん、筋力のあるお姉さんですか？浮いてるんですよ。体幹がすごいいいなと思って見たんですけど。うん、そうですね。あ、これもすごい素敵だったんで、これもちょっと後で教えてもらおうかなと思います。はい。はい、じゃあちょっと私の質問したい作品4つぐらいあるんですけど、あの、まずは一番最初の私の質問したいやつを写してもらってもいいですか、池端さん。はい。はい、これなんですよ。だから彼女はこれ、それこそウェディングドレスを着てるんじゃないかとは思うんですけど、このボールがなんでここにあって、あの、こんなに取れてるんだろう。このボールは、あれですか？その連射しててうまく取れるんですか？これは、ウェディング雑誌の撮影で、はい。実はこの、同じモデルさんで、あの、その日に撮影したのが、6ページぐらいのページがあったんですよね。はい。それの、ワンカットなんですけど、他にもあの、ちょっと、この時はあの、スポーツ、秋の特集だったんで、はい、スポーツの秋ということで、スポーツ特集で、ちょっと面白い、はいはい、あの、スポーツとウェディングドレスの花嫁さんっていうのを、一緒にやった作品なんですよ。これがまあ、サッカーなんですけど、はい、もう一つは走り幅跳びと、棒高跳びと、あの、あったんですよね。ドレス着てやってるんですか？ドレス着て。すごい僕のお気に入りの作品の一つなんですけど、はい、うん、なんか全部あの見せてもよかったんですけど、とりあえずこの一作品代表で、はい、でこの時が、あの、うんうん、はい、あ、いやいや、これすごいドレスもめっちゃ可愛いんですよ、うん、なんかドレスもすごく可愛くて、で、まあ、動きがあるから余計可愛いのかなとは思うんですけど、写真の感じが、
そうですね。この時はね、すごい思う。そういう競技場を貸し切って撮影したんですけど、はい。大雨だったんですよね、前日が。え？で、その日も大雨だったんですよ。え？すごい大雨で、でもそのロケなんで、ちょっと、はい、まあ、その日に決行しないといけないじゃないですか。ちょっとモデルさんもね、はい、そうですよね。外人のモデルさんをキープしてるんで、うん。っていうので、まあ、その、頑張って、そこで晴れるかなっていうのを祈りながらみんなでやってたんですけど、はい。結構ずっと雨だったんですよね。え、それで、これ晴れてないんですか？この時は晴れてるんですけど、はい。それまでの仕込みの、ヘアメイクとかするじゃないですか。はい。はい、ピッチングとか、はい、そういうふうなのを全部大きいテントを借りて、ここの競技場の中にセットして、はい、でその中でずっと着替えたりとかヘアメイクしたりとかっていうのをしてたんですよね。で、あ、すごい。で、もうちょっとしたら晴れ間が見えるかなっていう時になって撮った感じです。あ、でもやっぱりあれですよね、外の撮影って結構その天気は、うん、重要って言ったらおかしいですけど、そういうね、今言われたみたいに雨が降ってても、それでじゃあやめるかっていうなかなかならないですから、大変ですよね、そういう時って。ね、まあ本当はね、ちょっとなんかその雨の時のプランを考えとくべきなんでしょうけど、うん、まあ、この時はもうね、スポーツっていうことで、まあ、うん、雨バージョンはなかったんで、はい、どうしてもこの日に決行っていう感じでしたね。はい、でもちゃんと晴れたんですよね。それがギリギリでしたね、これは。ね、だからすごいですよね。結構もう本当にずっと雨降ってて、もうドレスも結構いいドレスなんですよね、このドレスショップが、まあ。で、そういうふうに見えます。ね、はい。やってくれてるので。うん。だから結構その、本当に雨降ってる時は、撮影の立ち位置にモデルさんを立ててもらって、はい。その上に大きいテントをずっと、はい。やって、それでもう雨が止んだ瞬間にテントを外して撮ったって感じ。人が動くんじゃないんですね。テントが動くんですね。うん、そうそうそう。この立ち位置とかを決めるために、うん、まあね、いろいろ試行錯誤するんで、はい、もうちょっと奥に立った方がいいのか、前に立った方がいいのかっていうのを、うん、まあテントを移動させながらやりましたね、うん、っていう思い出の写真です。いや、それって、この1枚の写真を撮るのに、その、今言ったみたい、一決めして、なんとかでって言ったら、現場で、結構かかりますよね、時間って。結構かかりますよね。かかりますよね。で、それ、うん、今、6ページ分撮るのに、でも全部1日でそれはちゃんと撮り終わるってことですよね。あ、そうです、そうです。その、うん、ね、モデルさんの拘束時間が決まってるんで、うん、まあ多分6時間ぐらいだったと思うんですけど、その間にヘアメイクして、はい、まあ衣装チェンジして、うん、そのヘアメイクチェンジもしてって感じで。うん、結構タイトってことですよね。そういう意味では、ね。そうですよね。撮影時間は、実際の撮影時間は本当に10分ぐらいでこのカットは撮っちゃう感じですね。ああ、すごいです。いや、もう雨とか全然思わないですね。はい。ね、だからこれね、このボールとかが、拡大してみたらね、はい、ちょっと雨粒がついてるんですよ。ああ、なるほど。うん、見えませんけど、へえ、ね。この下の方とか。消しきれないところは結構ね、雨粒がついてるんですね。あ、本当ですね。ちょっぴり見える、うん、下の方。そう、ちょっとこの辺めんどくさいから消さなかったっていう。でも逆になんかそれ、ちょっと話聞くと、その雨粒ついてるのいいですけどね。うん。ねえ。まあ、そうですね。はい。じゃあちょっと次いきますね。2番の作品を見せてください。あ、これなんですよね。これなんかどっかで見たことあるような気もして。あ、本当ですか？いや、でもそれは多分別に記憶として絶対これっていうわけじゃないんで、じゃあなんか違うのかなとは思うんですけど、これは何の時の作品だったんですか？で、これもね、そのウェディング雑誌の撮影なんですね。で、これは、遊園地、ちょっとレトロな遊園地を借りて撮ってたんですよ。はい。なんか、これも、その今レトロなって言われましたけど、そういうイメージがすごい後ろにしてるんだけど、うん、お嫁さんが、なんか、ちょっと、なんか、お嫁さんだけが、なんか、綺麗なんですよ。なんかくっきりしてて。だその感じが、なんか、面白いなと思って。なんていうんですかね。で、今、ドレスの写真って言われたら、ほんと、この人が浮いてる感じが、なんか、マッチしてるのに、ちゃんと浮いてるっていう感じが、素敵だと思います。
これはね、あの飛行塔って言って、後ろにあの飛行機があるんですけど、はい、この遊具が。その飛行機の後ろに、まあ、太陽があるんですよね。はい。うん、これが太陽の位置なんで、めっちゃ逆光なんですよ。はい。めっちゃ逆光なんで、ね、実際普通に撮ると、まあ、人物が全部顔が真っ暗になっちゃうんですけど、はい。こっちの左の斜め前から、はい、ストロボを当ててるんで、それで人物の顔が浮き上がってるって感じになってます。うん。ちょっとなんか、太陽の光よりもストロボの明るさの方が明るいから、背景がちょっと暗く落ちるんですよ。ああ、なるほど。ちょっとなんか不自然というか、なんか不思議な、その合成素材みたいな感じで、うん。あ、そうなんですよ。なんか一瞬、私、いやでも合成じゃないよなって思って、でも、ちょっとだけ合成感が、うん、感じるのは、やっぱそういうのが自然じゃないってことなんですね。後ろからこんなに当たってるのに、前からこんなに明るくないってことですよね。自然なものであれば。うんだからまあ太陽の光よりも明るい、強い光を当てると、まあこういう背景が暗くなるっていう、日中シンクロっていう。へぇ、そういうのがあるんですね。ね。はい。でも前からも結局後ろからも当たってるから余計なんか輪郭なんか、女性の輪郭がすごいはっきりしてるのかもしれないですね。すごい。ね、はい。これもどうもめちゃくちゃ寒い。あ、はい、大丈夫ですよ。あ、いいですよ。いや、でも、ちゃんと理由があるんですよね。座って聞いたら、はい、ね、はい、そうですね。はい。じゃあ次です。すごい、私の不思議だった6番。はい、これがですね、お水なんですよね。これ皆さんちょっと寄ってみないとわからないかもわからないんですけど、足のとことかがなんか半分ぐらい沈んでて、で、片足も入ってるけど、でも、すごい深い水だったら体が全部入るから浅い水ってことですか？そうですね。どうなってるんですか？これはね、円形のお風呂なんですよね。あ、お風呂なんですか。円形のお風呂に水をためて、はい、そこにブルーのバスクリーンを入れて、で、寝てもらって上から撮ってるって感じです。あ、そうなんですね。なんか、はい、そうなんです。丸いし、で、輪郭の感じは、なんか、こうなんて、まあ、こう刺してもわかんないですけど、水のところと、その縁のところが、なんていうんですか、うん、ちょっとぼんやりとかもしてて、何にどうなっとるんだろうって思って、お風呂なんですね。で、こういう時って、やっぱボディが全部出てるので、モデルさんってボディメイクも全部してるんですか？いえいえ、メイクは顔だけ。だけですか。あ、はい、じゃあもうそういう、綺麗な肌の方なんですね。すごい。いや、なんか、そう思いながら。拡大されると恥ずかしいですね。え？写真をね。うん、いやいや、すごい、なんか、めっちゃ見ました、なんか。でも、はい、こういうのは、あれですか、前に岡本さんが言ってたじゃないですか、広告の写真の場合には、なんか、ビューティーディレクターでしたっけ、なんかその、デザインする方、うん、デザイナーさんがいて、それはデザイナーさんの、描いた絵っていうか、こういうふうに作りたいをみんなでこう作っていくみたいなことを、うん、広告の場合はそうなんですって言われてましたけど、こういうのもやっぱりそうなんですか？これはね、僕の作品撮りなんですよね。あ、で、そうなんですね。普段一緒に仕事してるヘアメイクさんとスタイリストさんに、はい。今度こういうのがやってみたいねっていうのを、イメージを共有して、はい。なんで、やりたいって言ってくれる人と一緒にやってる感じ。あ、そうなんです。じゃあこれはもう岡本さんがこういう女性の写真を撮りたいなって思ってて、ってことですね。こういう面白いお風呂があるからそこで撮ってみない？って言って。ああ、なるほど。え、じゃあその時には、じゃあ逆に、そのお風呂で撮りたいよね、お水の中で撮りたいよねとは思ったけど、例えばこのように花を散らしてとか、その女性をこういうふうな、こういうふうにこう、なんていうの、こう抱えてもらってとか、そこまでももうイメージあったんですか？それともそれはヘアメイクさんやスタイリストさんと話をしながら、出来上がっていったんですか？これもね、ちょっと連作になってて、はい、実は他にも あるんですよ。で、このブルーの水でやるのは、ちょっとこういうお花を浮かせてやろう。うん、で、もう一個、黄色の水の時は、はい、なんかフルーツを、輪切りにしたフルーツとかを浮かせましたね。なんかそういうふうなの案は、なんかまあ、みんなで出し合ってやるんですけど、まあ、うんうん、スタイリストさんと一緒にお花買いに行って、うん、選びます。すごい可愛いです。で、こういう時って
あ、バスクリーンなんですねって書いてありますよ。バスクリーンなんですねってね。いや、メーカーは違うかもしれません。うん、あの、まあ、こういうベースですもんね、バスクリーン。ね。メーカーは違うと思います。はい。あの、こういう時のモデルさんって、モデルさんありきでイメージ膨らましますか？それともイメージにやっぱりモデルさんを後から選ばれる感じですか？ね、この時は大体もうイメージから後からモデルさん選んだ感じですね。うん、すごくやっぱりさっき私肌のこと言いましたけど、やっぱこの彼女の肌色の感じがすごく色白でとかっていうのもすごい大事ですよね。うん、こういう作品だと多分。うん、そうですね。大事ですよね。はい。すごい可愛いです。なんかそのフルーツもちょっと見てみたいですね。ね、なんかそういうのも多くたらよかったですね。はい。じゃあちょっと10番お願いします。次の作品も可愛かったんですよね。これもすごい可愛くって。で、これは、はい、私、その、こんな大きいバッグはないから、なんか撮影するときに、なんか仕掛けをしているに違いないと思って、ちょっとお聞きしたかったんですけど、うん、実際は、大きいって言われたんですよね。このバッグ。そうですね。これは、そうですね。大きい。カバンを、これあの、その、張り子でできてるんですよね。その、張り子って、あ、です、はい。軽いってことですよね。見たらちょっとすごい重たいものがそこに置いてあるように見えるんですけど。はい、そうなんですよ。その、軽い張り子で、張り子っていうのは、うん、なんて言ったんですか？あ、わかります。あの、うん、髪の毛、髪をこう、はい。うん。で、この、モデルちゃんがつけてる、この、リボンも張り子ですね。その、ああ、今見たら、なんか、布じゃなかったです。うん、でも、布じゃ、はい。雑誌の撮影で、あの、はい、ファッション誌の撮影なんですけど、はい。あの、その、ハリコ作家さんとコラボした作品になります。ああ、すごい可愛いです。なんか、でも、今、岡本さんに言われるまでは、リボンがハリコは思いませんでした。うん、なんか、リボンは、大きなリボンを使っているのかなと、普通に、と思いましたけど、うん、まあ、でも、本当見れば、確かに、あの、布の部分がすごい分厚くて、質感の感じも、布ではなかったですね。うん、すごい可愛いですね。なんか、こういう、その、なんていうんですかね、雑誌、ファッション雑誌のお仕事も結構多いんですか？そうですね、はい。うん、そういうのもやってます。なんか、私は自分がヘアメイクだからですけど、この写真みたいに、顔や髪型とかがすごいこう写ってるやつは、が、割と好みで、ファッション雑誌でも、なんかあの、遠巻きに引いてて、うん、その、ドレスのシルエットだけが出てるやつよりは、なんかやっぱり、まあ、人の、その、人が写ってる写真がまあ好きなんですけど、どっちを撮ることが多いですか？その、割とこう、寄ってる写真と、その、デザインみたいな、こう、立てって、顔じゃなくてシルエットみたいな。うん、それはケースバイケースですけどね。ああ、まあ、どっちが多いってことはない。うん。そうですね。なんかその時に、まあ、イメージしてる絵に合わせてって感じですね。そのうん。はい。洋服撮るときと、人の顔とか髪とか撮ってるのって多分違いますよね。難しいところとかが。はい、うん。岡本さんはどっちが好きですか？うん、仕事として。その仕事はどっちがたくさん来るかじゃなくて。まあ、どっちも好きですよ。うん、はい。何が、服撮るときって、何に気をつけて撮ってるんですか？まあ、その、ファッションのときは、例えばその、北川景子が着てる服があったとするじゃないですか。うん、で北川景子は、まあ、二の次で、やっぱり着てる服をきれいに見せるっていうのが一番大事なんですよね。うん、そうですね。うんでもポートレートってなると、その北川景子さんを魅力的に撮ろうっていうのが中心になってくるじゃないですか。うん、まあそうですよね。何にフォーカスして撮るかっていうのが違うっていうだけ。そのビューティーの場合だったら、ヘアメイクが綺麗に見えるようにとか、うん、ヘアメイクの糸を汲み取ってライティングも組むし、うんはい、撮り方もカメラのアングルとかもそういうふうにしていくんですけど。うん、まあそれはそうですか。あそうですね。いや、当たり前の話ですけど、そうですねって。すごい思いました。なんかなんていうんですかね。まあ私はブライダルの仕事をしていることが多いんですけど、だからそういう、そのブライダルの仕事だったら、まあその時の幸せな瞬間を撮る感じの写真になるとは思うんですけど、
どうしても自分はヘアメイクだから、その中に何カットかだけでもいいので、すっごいその人が、なんていうの、こう、の顔や髪型も含め、そう、綺麗に見えるカットが2、3枚だけでもいいから欲しいとかって思っちゃいますけど、なんか、そういうのも、なんか、あれですよね、こう、まあ、撮ってるカメラマンさんが、その方のその日の一日を、どこにフォーカスしてそれこそ撮ってるかで、全部引いたばっかりの写真の方もいらっしゃるし、まあ割とアップもいい感じで撮ってからくださる方もいるんですけど、やっぱりそういう意味ではカメラマンさんの目線が写真に映るってことですよね。そうですね。そうですよね。はい。はい、すごい、今、見てもらった作品、他にもあったんですけど、まあ、皆さんも多分、さっき池端さんが言ってらっしゃいましたけど、いろんなこう、広告とか、雑誌とかを撮ってるときって、さっき言われたみたいに、目的、これはどう見てもらいたいが、すごくはっきりされてるじゃないですか。はい。ね、で、そういうものを目的に合わせて、まあ、作って、撮っていかれるわけなんですけど、まあ、私たちヘアメイク、それから女性として考えたときに、じゃあ自分を綺麗に撮ってもらおうっていうふうに思ったときに、どういうふうにカメラマンに撮ってくださいって、どう撮ってくださいっていうのが一番ちょっと綺麗に撮ってもらえるんですかね。どう撮ってください。どう言えばいいんですかね。なんでしょうね。なんかその女性像を伝えるようにしたらいいと思うんですけど、まあ、例えばそのカメラマンさんとその被写体の方が結構親密な関係っていうかね、結構知り合いの人だったら、はい、あこの人はこういうふうに撮ってあげようってなると思うんですけど、はい、結構やっぱり初めましてのカメラマンさんに撮ってもらうこととかもあると思うんですけど、うん、はい、そういう時だったらなんかね、なんかその女性像のイメージを伝えるのがいいかなと思いますね。ああ、なるほど。なんかちょっと透明感を出して撮りたいとか、はい、なんでしょう。うん、なんかなんでしょう。ちょっと初々しい感じで撮りたいとか、なんかなんていうの、うん、うん、あ、でもなんかちょっとわかります。今岡本さんが言ったみたいに、カメラマンさんがその人をもし知っていたら、なんかその人の魅力も知ってるってことですよね、多分。そうですね、どういう感じの人でっていうことがわかってるから、なんかポートレートを撮るってなると、はい、そのプロフィールとかを撮るってなると、やっぱりその方の一番魅力的な表情とかを撮らないといけないじゃないですか。はい。ってなると、やっぱり初対面ではなかなか難しいんですよね。ああ。だからやっぱり最初にお話しして、なんか、うん、例えば、こういうこと言ったらこの人は喜ぶんだとか、うん、こういうことを話したときに、この人はこういうリアクションするんだなっていうのを観察しながら、表情を引き出していくって感じです。うん。あ、はい、なんか、今すごい、なんかちょっとわかりました。よく、それこそ、一般の方が、プロフィールの写真を撮ってくださいっていうふうに、言うときに、なんか、それなりに、そのプロフィールの写真がどういうことが大事かって分かってらっしゃる方だったら、今岡本さんが言ったみたいに、ちょっとよく知っているカメラマンさんに撮ってもらおうとか、そういうふうにコミュニケーションしてくれる人に撮ってもらおうと思うんですけど、あんまり分からなかったら、写真って、なんか、こう座ってこういうふうに、例えば、まあ私だったらこういうふうにしたら、これをなんか撮ってくれるみたいな、感覚ってちょっとあると思うんですよ、うん。普通知らない人って。なんか車上に行ってこうやって、うん、こうやってなんかこう、やっとけばそれをなんか撮ってくれるみたいな。でも、うん、実際は今言ったみたいに、こう、なんていう、その人隣みたいなのも分かった上で撮る写真とだったら、仕上がりは全然違いますよね。そうですね。ね、仕上がりは全然違いますよね。だからやっぱり、なんで変な話、こう、この雑誌のこの女性はこんなに綺麗なのにとか、女優さんはこんなに綺麗なのに、私たちは写真館に行ってもこんなに美人に映らないのみたいな感じってあると思いますけど、そもそもにカメラマンの、映そうと思っていることが違うってことですよね。多分。そういうことですね。そういうことですよね。ね、だからすごいなんかそれ腑に落ちました。前に私、なんていうんですかね、私髪の毛を切ったりとかは全然しないんですけど、新郎さんが髪の毛を切りたいって言って、で、どっか美容院紹介してくれって言われて、美容師さんを紹介してあげたんですけど、その時に私、こういう人だから、こんなイメージでこういう風にして切ってほしいって言って、美容師に伝えて切ってもらったんですよ。
で、うん、それ以外、紹介した美容師さんがいいから、その新郎さんずっともう何十年も行ってるんですけど、なんか未だに、お嫁さんに、いや、僕は今までに河野さんが言ってくれて切ってくれた髪が一番、自分にとっては似合ってたと思うっていうふうに、まあ、言ってくださるんですけど、多分それが、その岡本さんの言った初対面の美容師さんにも、私が間に入っておしゃべりしたことで、彼のその人となりがちょっと伝わって、みたいなことが、その時にもしかしたら起きてたんかなっていうのを、ちょっと今、その何ですか、私はカメラマンではないですけど、間に入ってサンドイッチした場合には、そういうことも起きたりするんかなっていうのが、ちょっと自分ごとのように思いました。なんか。そうですね。うん。だから、あれですよね。やっぱり、お客さんの気持ちが上がるは、写真を撮ってて、いい顔撮れますよね、やっぱ、多分。はい。そうですね。うん。で、なんか、たくさんのヘアメイクさんとお仕事されると思うんですけど、どういうヘアメイクさんと仕事するときがやりやすいですか？そうですね。そのヘアメイクさんの立ち位置っていうか、その、なんでしょう。結構そのビューティーだったらやっぱりヘアメイクさん主体になってくる撮影になってくるし、そうですね。そのファッションだったら、まあヘアメイクっていうのはまあ、ね、うん、だいぶ、なんて言うんでしょう。ヘアメイクっていうのはまあ、二の次っていうか、うんうんうん、一番大事なファッションになってきて、うん、ヘアメイクはそれに合わせてやっていくって感じなんで、うん、はい、ちょっとあれなんですけど、その、やっぱり、やりやすい方っていうのは、その、なんでしょうね。その、イメージを汲み取ってくれる方が一番やっぱりいいなと思いますね。その、作りたいものが合う人っていうか。うん、今日、同じ、ものを見れるっていうか、これを作りたいって言った時に、ね、同じ目線でちゃんと同じ方向を向いて作ってもらえるっていうことですよね。はい、そうですね。うん、でそういう意味ではあれですかね。まあ、本人の持っている好みとか、そういうものもあるとは思いますけど、コミュニケーションの質の能力みたいな。そうですね。コミュニケーション能力ですね。コミュニケーション能力がやっぱり大事だと思います。うん、ですよね。だからやっぱコミュニケーションが、を取りやすい人であれば、なんか伝えやすいし、逆にこう分かろうとする力も、ありますから、それは、あれですよね。なんか、一緒に作るには、やっぱりいいですよね。なんか、それは私たち、ヘアメイクでも多分カメラマンでも、そのデザイナーさんでも、みんなもしかしたら一緒かなとはまあ思うんですけど。うん。ならまあ、僕その広告の仕事とかよくやってるんですけど、そういう時って、はい、やっぱりすごい現場とかもってピリピリするんですよね。そうですね。時間がない中で、いいものを作ろうっていうので、うん、結構やっぱりみんな焦ってピリピリしちゃうんですけど、うんうん、モデルさんってやっぱり、モデルさんもやっぱり緊張をすごいしてると思うし、うん、プロのモデルさんでも、うん。で、やっぱりその、撮影ですごい、追い込んでいってやってた時に、ちょっとヘアメイクチェンジって、その、ヘアメイクのブースに行くじゃないですか。はい、その時ってモデルさんがちょっとホッとする場所なんですよね。はい、ヘアメイクのする瞬間っていうのが、うん、ちょっと安心できるというか、その時に、うん、ヘアメイクさんがうまいことケアしてくれる人っていうのがすごいやりやすいなと思います。うんうん、なるほど、そうですよね。カメラの前とかじゃないその裏ですもんね、うん。ヘアメイクやってる時は裏だからちょっとホッとするっていうことですよね。うん。うん、まあでも、はい、そうですね。でもその、ピリピリしてる中で、こう、なんていうの？自分がピリピリせずに仕事するってなったら、やっぱり、こう、経験のあるヘアメイクさんとかの方が多いですか？うん、現場は。うん。そうですね。うん。どうなんでしょうね。じゃないとなんか、いや、うん。でもやっぱり、その、自分の気持ちをコントロールできなかったら、その、周りはケアできないじゃないですか。うん、だから、うん。ね、そう思うとやっぱりそういう現場で本当に緊張が必要、緊張してわーっといいものを撮ろうってなった時にはやっぱそれなりにこうそういう現場をたくさん経験してる人の方がなんか想像ですけど、うん、いいのかなとかみんなと仕事うまくいけるんかなとかちょっと勝手に思いましたけど、まあヘアメイクさんって結構やっぱり実際にモデルさんに触れる立場の人なので、はい。そのモデルさんがすっぴんできて、そこから
メイクをしていって、まあ、あの綺麗に変わるわけじゃないですか。はい、でそのタイミングでどういうふうな今日はどういう写真を撮るからどういう女性像なんだよっていうのをメイクをしながら、そのモデルさんにメンタル的なところもなんかの、ね、魔法をかけるような感じでやってくれる人っていうのはすごいやっぱりなんか上手な人だなと思いますね。あ、もうあのあれですよね、うん、メイクする前から始まってるんですよね。うん、だからカメラに立つときになったら、もうモデルさんももうそのね、女性像になりきってるっていうか、うんうんうん、モデルさんがもうそういうふうに入り込んでるっていうのが、すごい、あのメイクさんの力が大きいんで、うん、いいなと思いますね。うん、まあでも本当、そう思うと、撮影っていうもの自体がチームワークで出来上がってるなっていう感じがすごいしますよね。そうですね、チームワーク。みんなで作る。ですよね、はい、みんなで作るっていう感じがすごいします。はい。このさんにいろいろ伺ってたんで、勉強になることばっかりなんですけど、まあ、ここで視聴者の方にですね、聞いてみたいことなどあれば、ぜひね、遠慮なくコメントくださいということで、入れさせていただきました。で、まあ、くにこさんもね、聞いていただいて、もし、よかったら、質問があれば、ぜひぜひ参加してみてください。まあ、僕もね、聞きたいこといっぱいあって、男でありながら、メイク師、メイクアップをしながらカメラを撮るっていうことなんで、もう伺ってて、すっごい勉強になることがあって。確かに緊張感を取るのにカメラも、プロのカメラマンさんでも短時間の中ですごくこうリラクゼーションするのが本当にうまいですよね。まあ、そこが勝負っていうぐらい、なんかこう、写真って奇跡の一枚とかよく言われるから、僕らもいつも緊張するんですけどね。さっきちょっと聞きそびれたっていうか、その、綺麗に自分を撮ってもらおうっていう話の中に、なんていうんですかね。肌が綺麗に映ると若く見えるじゃないですか。うん、はいはいはい。で、女性はそれをすごい、やっぱり、求めているところがあると思うんですよ。最近はスマホで加工ができるから、なんか、そういうので簡単にやってるとは思うんですけど、でも、うん、その加工した写真じゃなくて、カメラマンさん、カメラちゃんと撮ってくれて、なんか、そのただ飛ばした写真じゃなくて、なんていうんですかね、綺麗に撮ってくれるじゃないですか。そういうのって何が一番違うんですかね。やっぱり光ですね。ライティングが違うっていうことですかね。光とカメラのアングルっていうところがですかね。うん。うん、で、その、うん。はい、僕も聞きなくなってきたんですけど、今。聞きたくなってきたんですけど、今。それはね、うずきますよ、僕も。もう、本当に、これだけ聞いたからと思って聞いていいですか、はい、光で女性の方を白く、まあ、肌をツロンとして、まあ、シミとかそばかし、もうすべてこう飛ばすっていう方法あると思うんですが、それやりすぎると今度膨張して顔が大きくなったりとか、結局平面的な顔になったりする。それをいかに立体的に見せながら肌ツヤをよく見せるかっていう、その光のなんかこうテクニックっていうんでしょうかね。いやー、それ難しいですよね。それ一番ね、それがすごく、そうですね、聞いてみたいかなって。そうですよね。立体的に見せるっていうことがすごい大事なんですけど、やっぱりその、ただ単に綺麗にしようと思ったら、まあ、正面からの光を当てると、まあ、はい、シワとかの、シワってなんで映るかっていうと、影なんですよね。うん、そうですね。照明ってまあ上から当たるので、うん、その、下の方にやっぱり影が出てくる、うん、出てきちゃうんですよ、うん。その、例えば目のくぼみとか、うん、ほうれい線とか、顎の下の影とか、っていうのが全部、あまり、綺麗に見えない影になっちゃうんですけど、うんうんうん、それをまあ下からレフ板で反射させてあげると薄くなるんで、綺麗に見えるっていう感じなんですけど、うんうん、あんまりでもやりすぎちゃうと、その先におっしゃられたように、うん、平面的な、うん、ペッとした顔になっちゃうんで、うん、適度になんか影は陰影をつけてあげないとダメなんですよね。そうですよね。だからその光の質というか、その何でしょう、光質っていうんですけど、光の質を、その、シャープな光なのか、それとも柔らかい光なのかっていうところで、うん、はい、と、はい、いうのを調整してやってます。うん、ねえ。いや、本当にね、そういう、ちょっとしたことで、本当に変わりますもんね。特に、なんか最近、ま
アプリ任せ、アプリっていうのがすごくこう、巧妙にできてきて、女性の方は、自分でアプリ取ってこんな感じの細く見せてとか、なんだ言うんです。アプリしすぎると、やっぱりちょっと魅力をなくしてしまう、と僕は思ってるんですね。アプリを使いすぎると。やっぱり、そこがこう、本当にプロフェッショナルなね、域やと思いますんでね。なんか、最近そんなこと言われたことないですか、裏話で。もう、失礼なことばっかり、まあ。アプリはよくね、よくある。それをいろいろモデルさんとかもみんな使ってますから、あれなんですけど、やっぱりやりすぎると、やっぱりそのね、嘘っぽさっていうか、写真の良さが出ちゃうと思うんですね、写真はやっぱり真実が写ってるから、写真であっていいことなので、あんまりね、アプリバチバチ使ってる写真というのは、信用性がないし、ちょっとね、嘘っぽいじゃないですか。だからまあ、そういう魅力も減っちゃいますよね、写真としての。なんか質感がなくなるじゃないですか、アプリって。なんか、皮膚もなんか、毛穴は嫌だけど、やっぱりなんか、こう、皮膚の持つ、なんていうんですか、柔らかさとか、何かそういうものがあった方が、なんか、いいなとか、思うんですよ、だからそういうのをやっぱり単純なアプリはそういうものは残らないから、ただそうカメラマンさんとかがさっき言ったみたいにすごいちょっと回したぐらいの柔らかいふわっと包んだような光とかで例えば撮ってくれるとかみたいな感じだとなんか結構シワも大丈夫だけどそういう皮膚感みたいな 生な感じもなんか映せたりするじゃないですか。だからそうですね、だからそういう意味でやっぱり違うな。写真を見て、その触れたくなるようなテクニック。あ、そうです、そうです。そういうふうなのが、まあね、一番理想なんですけどね。はい。なんかやっぱり、顔のことだけを考えると、今言ったみたいに、本当触れたくなるようなとかっていうのは、すごいこう、なんか、高級感になるというか、こう、上質な感じがしますよね。そんな気がします。で、コメントが来てますね、今。はい。現場の空気大事ですねって書いてましたよね。その次、今まで撮影した中で一番難しかったなと思う撮影ってどんな撮影ですか？あ、どんな撮影ですか？難しかったなと思う撮影は、まあでも、それぞれの撮影がまあ難しい、ね、課題はいっぱいあるんですけど、なんでしょう。やっぱり一番難しいのは、その、ゴールが見えない撮影が一番難しいですよね。何やってるか分かんないっていうか、どう撮っていいか分かんない。そうですね。どうしたら良くなるのかっていう。まあ、ね、広告なんていうのはやっぱり、最高の一枚を撮るために、何百枚、何千枚って撮っていくんですけど、ね、そのゴールが分からない時っていうのが一番難しいですね。で、そういうゴールが分からない時っていうのは、最初、デザインは出来上がってないってことですか？いやいや、もちろんデザインは出来上がってるんですけど、なんて言うでしょう、一歩、踏み出せないというか、うまくはまらないっていうか、工場が、まあ、これ以上、いいのが出てこないなっていう時とか、いろいろあるんですよ。いろいろあるんですね。いろいろあるんですよ。なんか、そのね、ダメなポイントはいっぱいあるんですけど、なんか、それが、ちょっとなかなか、脱出できないときに、やっぱり難しいなって思いますね。でも、本当多分、こう、ちょっと見せてもらっただけでも、いろんなバージョンな感じの写真があるので、仕事は楽しいですよね、きっと。あ、そうですね。仕事は楽しいですね。ですよね。写真？写真が好きなんで、そうですね。はい。ですよね。なんかそれがなんか、どの写真もなんか、こう、見せてもらったものは、楽しく撮影してるんだろうなっていうのが、ちょっと伝わりますね。今回見せていただいた写真。はい。なんで、そういう意味では、やっぱり、好きなことは、パワーがありますよね。好きなことをするってパワーがあるなっていうふうに思います。はい。なんか、じゃあ、まあ、だんだんちょっと時間も迫ってはきているんですが、あっという間ですね。あっという間ですよね。あ、岡本さんもそんなことあるんですねって書いてますよ。そんなことっていうのは大変なことってことですよね、多分。
そうですね、今の、あの経験上で難しいところですね。難しいことなんてあるんですねって書いてあります。ね、ちょっと今からですね、あの静岡の、あの空に岡野さんがですね、あのちょっと質問があるみたいな、いいですか？はい、こんにちは。はじめまして、岡野と申します。声だけなんですね、岡野さん。一応じゃあ、あの映し見せたくないお顔をちょっと。はい。一つね、お伺い、先ほど撮影のお話聞いてて、あの私も撮影の方とかコマーシャルとかあのさせていただくことが多いので、すごいやっぱり岡本さんはクルーを大切にしてるんだなっていうのをね実感しました。やっぱり気の合ったあの人と一緒にあの仕事するのとしないのではもう全然はかどり方も違うし、あのやりやすかったやりやすい部分っていうのも違うと思うので、あすごいやっぱりクルー大切にしてらっしゃるんだなっていうのを実感しました。それと私は今あの専門学校の方の生徒をちょっと教えてるんですけれども、あの生徒の作品を、撮影するときに本人も映り込んでそのメイクをしている状態を、込みで撮りたいんですけれども、生徒たちってそのカメラの向きとか姿勢とかを全然意識できないんですよね。だから細かく細かく言うんですけれども、なんか自分が撮られてなおかつ作品をきれいに作るっていうとこまでいかないんですけれども、そこをもしカメラさんからしたら何かアドバイスをいただけるとしたら嬉しいんですけど。岡野さん、熱くなりすぎてマイク近づきすぎてめっちゃ大きいよ。もう普通に冷静に聞いて。もう嬉しくって嬉しくって、もうすみません。羽織ってますか、はい、すみません、申し訳ないです。よく聞こえてますから。はい、まあそこら辺、岡本さんよろしくお願いします。その自分がその映るポイントとしては、そのやっぱりカメラ位置を把握するってことが大事なんですかね。そうですよね。それをやっぱりなかなか意識できない生徒が多いので、うん、何か一つこうアドバイスをもしいただけるとしたらば、ざっくりしますね。まあ経験しかないと思いますけれども、自分たちもやっててそれって自然に目についていくものだとは思うんですけどね。まあ大変なんですよ。何十人もの生徒がちっともそれができないっていうのがあって、うん、やっぱりその結構やっぱり自信があれば結構ね映りも綺麗になってくるので、なんていうんだろう、今の子ってやっぱり写真慣れはだいぶしてると思うんですよね、昔みたいに、うんうん、みんなあの下目とかって言ってるんで。ああ、そうか。だからできないことはないと思うんですけど、やっぱりなんか不安な気持ちをなくすっていうのが一番大事、ね、何をなくす？不安な気持ちをなくすっていう。ああ、はい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 。自信を持って。そうですね。自分を出すっていう、ね。ああ、そうね。自分を演出するということも頭に入れて、あの自信を持って行うってことですね。ありがとうございます。はい、そう伝えます生徒に。はい、伝えてやる。ありがとうございます。はい、じゃあまあちょっと一旦そうしたら、あともう残り時間が少ないので岡本さんに、ね、あと最初のメッセージをお願いします。ちょっとあの国さん待っててください。はい、じゃあもうねちょっと時間も本当にあっという間だったんですけど、河野さんから最後にね、せっかく岡本さんにいろんな世の女性の方々にね、はい、なんかメッセージがあればぜひぜひお願いします。やっぱりその一番大事なのはさっきも言いましたように、その気持ちの問題が一番大きいんですよね。そのやっぱり自信がある方っていうのは写真で撮ってもやっぱり綺麗に写るし、やっぱり不安にされてる方っていうのは写真で撮るとやっぱりあんまりいい表情にはなってこないので、自分は綺麗なんだよとか、そのモデルさんは美しいんだよっていうことを、言い聞かせて、それで、カメラの前に立つと、やっぱりそういうふうに変わってくると思います。はい。はい。ありがとうございました。いただきました。もう無茶ぶり、無茶ぶりなのにこういうふうに答えていただいて、いや、本当に
一番大事なことをね、メッセージいただいたと思いますね。やっぱり自信、心をね、やっぱりきちっと持って臨むって、これメイクもね、やっぱりメイクするときにもそうやと思いますけど、うん、自信一つですごく形が変わってきますもんね。はい、なんか、すごい貴重な話。岡本さんが今言ってくれたことが、私たちが、いる、私たちができる仕事が、もしかしたらその女性に自信を持ってもらう、その、岡本さんのカメラの前に、私たちがメイクした、その、人たちが自分は綺麗だなと思って立ってもらえたら、すごい、綺麗に撮れるっていうことですよね、岡本さん。はい。はい。なんか自分たちの仕事はちゃんと、ね、なんていうの、認めてもらえてる気がして、今はすごい嬉しかったです。なんか、よかったですね、はい、カメラ、同じ撮影やってても、なんか、もうヘアメイクなくていいよみたいな人も、いらっしゃるんで、そう言われたらなんか、そうなんかなってなっちゃうじゃないですか。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。もう本当にね、貴重なお時間をずっと忙しいのに待っていただいて、打ち合わせからありがとうございました。ね、これでなんか心惜しいですけど、まだまだ聞きたい。本当は僕もっと聞きたかったけども、今日はお邪魔せんようになりましたけど、また今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと一旦ここでね、そしたら、退出をしていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということで、本当にね、素敵なお話いっぱいで、もう最後の、無茶ぶりにもきっちりとお答えいただきまして、ありがとうございました。コメントもね、いただいております。ヘアメイクとしてお客様に自信を持たせることが大事ですね。ということでね、いや、本当にそうですよね。ありがとうございます。はい、ということで、トコさんも最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。コノさん、お疲れ様でございました。もう、はい、2日目、あっという間に終わりましたけども、はい。ね、明日も明後日も続きます。ぜひ、明日のことをちょっとだけ告知をして終わりたいと思いますけども。はい、そうですね。はい。はい、明日は、Facebook ではなくてですね、インスタライブの方で、行わせていただきます。で、明日の担当は、西広さんっていう、ヘアメイクさんです。で、マスク生活に効果的なメイク選びの方法、急成長している、メンズコスメ市場の中で注目されているメイクとはということで、男性のメイキャッパーなので、で、西広さんは、なんていうんですかね、化粧品とかのコスメを販売するお仕事もしていらっしゃるので、最近のトレンドの新製品とか、そういったものの情報もきっとたくさんくださるんじゃないかなっていうふうに、思います。ぜひ9時からです。インスタライブの方でどうぞご覧ください。はい、ありがとうございます。で、あとですね、もう明日、明後日もね、せっかくなんで明後日のことをもうちょっと、はい、お伝えしておきます。このインスタライブとこのフェイスブックライブでこういうふうな形でちょっとこの違うんですけども、あさってはですね、同じこのチャンネルっていうか、フェイスブックのページでやりますので、はい、今もね、コメントをたくさんいただいてました、山口東子さんね。はい。はい、印象分析が非常に得意でいらっしゃって、もう本当にメイクアップは僕もいろいろと教えていただいたりしてるんですけども、この印象分析についてということで、詳しくですね、1時間していただけますんで、これもお見逃しなくということでございます。そして13日、14日、15日とこう続いて、最後にですね、先ほど登場いただいた岡野邦子さんが、このカバーメイクのそういう動画もきちっとこのために作っていただいてですね、やるということになってますんで、楽しみに待っててくださいということでございます。はい。本当にね、ちょうど残り、少しになりましたけど、小野さんどうでした、はい、本当に無事に、なんかホットです。はい。大丈夫だったでしょうか。岡本さんは、私の質問がちょっと無茶ぶりすぎて、それこそ困らなかったでしょうかっていうのが今ちょっと不安ですが。ちゃんとアーカイブ見直していただいてですね、僕もかなり、無茶ぶりしたけども、本当にね、いや、何て言ってもこの生ライブ配信っていうのが、これがまたね、その時のこう、なんていうかな、楽しさでもあると思いますんでね、岡野さんも途中で出てきて、もうマイクパンパンに大きな音で、元気、はつらつと、コメントいただきましたけどね、本当にありがとうございました。はい。で、コメントですね。コメント、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。えぐみさんもお疲れ様でした。ということで。
とても有意義なお話でしたということですね。ありがとうございます。西浦さんも見ていただいてお疲れ様でした。お疲れ様です見ていただいてるんだったら登場してもらったからね、明日のことをね本当ですね、本当ですね、はい、で明日の西浦さんと明後日の山口さん、同じ誕生日、同じ誕生日おめでとうございます今日じゃないですよ、今日じゃないですよ。いや、なんかでもなんかそんな気がしてきました。はい、お疲れ様でしたということでね、はい、ありがとうございます。はい、で本当にね、こうやって無事に、配信が終われたのもね、ほっとします。本当にね、もう毎日が緊張感の連続でございます、はい、小野さん、最後にせっかくなんで何かあればね、はい、皆さんメッセージで終わりましょうか。あと、はい、2、3分です。はい、私は本当最後の岡本さんの話の中にあった自信を持ったらね、自信を持った女性は綺麗だし、そういう気持ちでカメラの前に来てくれるのはすごいやっぱり綺麗に映るコツって言ったらあれですけど、その話の中でやっぱり私たちの仕事っていうのは自分そのメイクっていうその美容を通してその女性に自信を持ってもらえる仕事なので、しっかり頑張っていこうっていう風な気がしました。なんか分かっていただける人と仕事ができるっていうのはすごい嬉しいことですので、明日からもまた綺麗になっていただいてですね、楽しい時間を過ごしながらいい写真が残せるようにやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。緊張させるためにドアップにしておきました。はい。いや、本当にね、僕たちこういうふうにメイクのプロとしてもやってますし、今先ほど岡本さんが言っていただいたように、やっぱりリラックスさせることがまた仕事ということを言われたんで、余計にですね、やっぱりちょっとこう緊張感のある現場でも僕たちが緊張してしまったらダメなんで、できるだけリラックスしてモデルさんをですね、本当に自信を持たせて送り出して、そして撮影する現場に送り出すぐらいのね、きちっとしたそういう意識を持たなあかんなということをよりよく分かりましたね。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、ちょうど9時から10時の1時間でございまして、本当に無事に終えてよかったです。見ていただいた皆さん、本当にありがとうございます。そして、岡本さんね、貴重なお話をありがとうございました。また明日からも続きますので、ぜひ明日の放送も見てください。よろしくお願いします。はい、じゃあ、この辺で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。また明日お願いします。